はい、どうも小太郎です。アズポンです。っていうわけなんですけどもね、ばっちり。今回はですね、はい、東さんと一緒に六甲山ぜね重曹の3分の1やってるみたんですけども、はい、そこの 中にね、なんかまあ誰か山ガールとかね、うん、まあ、素敵な人がいないかっていうことでね、まあ、もし発見できなかったらもう残念ながら超お蔵入りなんですけども、うん、まあね、そのファッションチェックをやりたいと思います。まあそんな感じで行ってみよう。ね、師匠すごいですね。誰かわからんかったです。すごいで、すごいですね。今日トレーニングですか。いやいや、今日はもう散歩に来ました。マジですか。師匠ファッションチェックさせてくださいよ。師匠、あの、じゃあね、早速ね、僕のボルダリング師匠との師匠とまた偶然会ったんでね、ちょっとねチェックさせてもらおうかと思います。はい、結構こだわりがね強い方なんで、はい、まずは、はい、帽子ですね。汗結構かきますね。はい、あ、まあ、もっとこれいつものやつなんですか。トレーニングのこれ何がどっか行きやすか。これはどっかいいとこありますか。何か洗っても伸びないね。ああ、そうです。いい意見ですね。もう5、6年は使ってますね。ああ、なるほどですね。しょっちゅう洗ってますけどね。なるほどですね。で次は、モンベルの。モンベルの、はい、今はもう売ってないですけどね。これどこのやつなんですか。モンベルのジップアップの、はい、僕の山用の、常に山行くときは。河川のやつですか。はい、はい、はい。下は、はい、ユニクロ の、 あのヒートテックの、はい、ハイネック。あ、ハイネックですね。はい、あ、これ、汗冷やしないですよね、ユニクロ。わからない、あんまり汗かかないから。あ、そういうことか、うん、あ、そういう人はハイネック、ユニクロのヒートテックはタブーやけど、あんまり汗かかん人は OK なんですね。そうそうそう、僕はもう必ずユニクロのヒートテック。あ、そうか、そういう考えもあるんですね、汗かかん人は。で、次は、ですね、これはユニクロの、はい、伸びるジーンズ。これクライミング行くんですよ、今日。これここから今日は明日は北山に行くけど、明日は北山に行くからですね。今日は明日は北山に行くための、はい、まあ一応あの足慣らしみたいなもので。あ、なるほど。普通は、はい、これは何やったかな、サロモンのね。サロモンですね。これね、はい、あのトレランシューズだけど、はい、めっちゃ硬いんですよ。はいはいはい、だから岩場にもめっちゃ強いです。あ、なるほど。今も北アルプスはこれで歩いてるぐらいですね。そうですね。で、ラックはあれだ、これこれで広島カープのあれジャン。これでジャンダルも行ったんですよ、ほんまに。何？え？あ、カープファン？カープファン。なんだ。カープファンなんですか？いや、カープファンですよ。あ、カープファンですか？いや、だから、阪神館では大きな声では言えないから。いや、もう世界に発信されますよ。何が好きなんですか、カープの。やっぱりセイヤやな。セイヤ。いや、知らんくせに振んなよ。知らんくせに振んなよ。俺も知らんのに大丈夫かな思った。持ってこい、持ってこい、せいや。あ、方ですか。はい。知らない。日本の4番やんか。あ、そうなんですね。うん、僕はもう野球が疎すぎて。日本代表。鈴木誠也。鈴木誠也。へえ。時計はどこのやつなんですか。時計は、うん、プロトレック。あ、プロトレック。あ、なるほどなるほど。これ長いこと使ってるんですか。もうこれはね、やっぱり山に行くときには必ず使うね。はい、あ、なるほど。今260m。あ、なるほど。ここ標高。253、まあまあ合ってますね。まあまあ合ってますね。これ手袋気になりますね。お、手袋もっちゃええよ。あ、なんですか。ブラックダイヤモンド。ブラックダイヤモンドの手袋やっぱりいいんや、やっぱり。安くて、はい、で、あの薄い。あ、なるほど。で伸びるから、はいはい、これもすぐ洗える、何回も洗えるし。あ、なるほど。結構洗濯好きやから。あ、そうか、何回も洗えるのがポイントなんですね。そう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 、だから寝袋も河川しかあのやらないし、はいはいはい、やっぱ洗えないと。なるほど。でこの中にはユニクロの、はい、ウルトラライトダウンが、はい、あ、入ってるようですね。はいはいはい。下りに寒くなったら、ちなみに、はい、今スマールブスからここまでが1時間20分。どっから行ったんですか。いや、のスマール公園から。あ、スマウラ公園から。あ、早いですね、1時間20分。だいたいここまでそんなもん。めっちゃ早いですね。俺は結構時間がある。熊の瀬までが、でもだいぶゆっくりやったもん。だいぶゆっくりやったね。熊の瀬までが1時間ちょいで、そこから10分。まだなんか何やってる。でね、このね、師匠はね、これでね、上高地か。上高地から西穂行って、西穂からジャンダルム行って、奥穂行って、でそこから、唐沢行って、で、また横を行って、で、また上高地に戻るっていうのを何時間で行きましたっけ、あれ。朝、5時に出て、はい、着いたのが夜の7時ですから。すごいですね。14時間ですよね。普通だったら2日3日かかるけど、なかなかの見客の方なんですよね。物選びの基準なんですか。師匠の物選びの基準は。あ、やっぱりね、使い勝手ですね。使い勝手が、うん、早く設置できる、で耐久力がある。耐久力がある。軽い、かさばらない。お金じゃない。お金じゃない。お金、あ、なるほど。お金を山で言うたら、お金を優先すると失敗作を買うから、うん、あ、なるほど。いいものをやっぱり自分に合ったいいものを買わないといけない。
結局はその見極め難しいですね。難しい。だからやっぱり先立ち、いろんな人に教えてもらわないと、はい、なるほど、うん、こういうこれとこれとこの3つぐらいのうち自分で好きな選べなさいというような感じでね。あ、なるほど、なるほど、うん、そういう風にやってもらったらいいんじゃないですかね。わかりました、ありがとうございました。はい、ですね、ボルダリングジムのね、常連さんのね、まず社長さんですね、前の金吾さんの社長さんのファッションチェックしたいと思います。まあそんな感じでなんていうわけですねよろしくお願いします、はい、まずですね、帽子ですね、はい、あ、マムートですね、帽子、はいはい、カラフルですね、結構あの僕ってわかるように。ああなるほどなるほど、あ、そうかそうか、あ、いいですよね、カラフルな帽子かぶると、なんかこう、なんかはぐれた時とかにね。あ、そうそうそう、あ、なるほどなるほど、あ、そういう視点で選ぶのもいいですよね、はいはい、ほんでこれネックゲームウォーマーどこにあったんですか。これがどこだろう、はい、あ、なんかフランスのマークついてるぞ、ミレーか、ミレー、ミレーミレーですかね、あ、ミレーの、あ、はい、ふわふわのあったかそうなやつで、はい、で次が、あ、出ました、ナンガのホワイトレーベル、あ、ホワイトレーベルですね、あ、ホワイトレーベル、上質なダウンを使ってるんですね、待ち着用ですね、これ待ち着用として、あ、でもまあ山でも使えるみたいなとこですね、はい、で次はこれは、あ、出ました、アークテリクス、はい、スコーミッシュ、あ、フーディ、あ、ウィンドシェルですね、はい、あ、俺もちょっと欲しいやつではありますよね、すごい。次は、あ、またアークですね、アーク多いですね、カイアナイトジャケット、カイアナイトジャケット、どうちゃうんですか、なんかジャケットなんで、このフーディー、これフードついてないやつで、はいはい、まあ、重ね着するのに使いたいなと思って。ああ、なるほどなるほど、なるほどなんですね。で次が、ベースはこれが、スマートオールの200ミリの250。ああ、いやいや、今日250は分厚なかったですか、今日は暑くなかったですか。ちょっとそうですね、低山だったら150にして、はい、上の方でこう防寒した方がいいかなと思って。ああ、なるほどなるほど、はい、ちょっともうちょっとだいぶ寒い山やったらね、分厚かったなと思います。ああ、そうかそうか。ほんでその下が、下がファイントラック の、 あ、 の、はい、あれですね、ドライレイヤー、ドライレイヤーですね、ベーシック、はい、スキンメッシュですね、はい、はい、ほんで次ですね、あ、出ました、これパンツもアークなんですね。パンツがアーク率が高いですね、クライミングのやつでシグマ増えるで動きやすくて軽いやつ。あ、クライミング用なんですか、リードとかでやるやつですか。まあ、使い、あのアイスクライミングとか普通のクライミングとか、ああそうか、アルパインで、だからこうちょっと丈夫になってるんですよ。そうですね、動きやすくなって、あ、なるほど、丈夫になってる、なるほどですね、はい、切り返しがついて、はい、この靴は靴、これシリオですね。ああ、そうかそうか、幅広なんで足が、これ8年前ぐらいなんですね。8年ぐらい前の、うん、幅広さんの駆け込み寺、シリオって入ってますね、はい、これ何やったっけ、靴下は、あ、靴下、靴下、これはダウンタフじゃないですか。あ、ダウンタフ、そう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 、そうですね、破れないやつですね、のフルクッションやったっけな、そうです、破れなくて、はい、破れたら交換してくれるやつですね、なんか障害保証って感じなんで、障害保証で交換してくれるらしいですよ、これ調べたらマジかと思いました。そう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 、はい、なかなかね、破れないし靴下で障害保証ってどういうことやねん、攻めてるでしょ、いや、ほんまに交換してくれるみたいですよ、ほんまに、ね、マジですか、はい、これちょっと試してみたいと思います、今度。でその下にあれファイントラック入ってるんですよね、ファイントラック、ドライレイヤーの靴下バージョン、ね、靴下のなんか5本足のやつで、 あれどうですか、あのいつもこうなんか指と指の間がヌメヌメして気持ち悪くて冷たくなって、冷え性なんで履いてみたんですけど、あのヌメヌメの気持ち悪いのがないですね。ああ、ちょっと欲しいなりますね、お前、はい、それとあの北海道を入れたら最強ですね。ああ、そうかそうか、はい、へえ、ヌメヌメがなくなるのいいですね。そっから冷えてくるんですもんね。そうなんですよ。ザックはどこのやつなんですか、本で。これがオスプレイの、オスプレイのストラトス、はい、36なんで、まあ何でしょうね、街でまあ背負っててもギリ大丈夫ですし、ギリ大丈夫基準がね、そうギリパクギリいけるしみたいな。あ、なるほどですね、はい、そんな感じですね。あーはーはー、これ真ん中から開けて良さそうですね、なんかね、はい、なんか最近のやつってね、ここ一番下にもともとなんかあのレインカバーついてるんですね、知らなかったんですけど。あ、そうそうそう、ついてますね、はい、これちょっとびっくりしましたね、買おうかなと思ったんですけど。お得ですね、はい、ついてるやんと思って。でもクッション36にしたらめっちゃクッションでかいですね。あ、なんかクッション重装用の登山、あ、ね、ここの星はここの星、あ、ここですよね、36にしたらめちゃくちゃクッション、はい、うん、分厚いなと思って。分厚いですよ、すごいね、はい、あ、ここもここまでメッシュになって、あ、多分ね、通気性ちゃいますかね、通気性良くなって、はい、すごい徹底的にしてますね、通気性の面では、はい、夏いけますね、これ汗かきの人にはおすすめっていう感じですね、はいはい、でじゃああと最後なんか物選びの基準みたいなのがあって、
餅は餅屋っていうので、やっぱりなんか専門の、はい、まあ、ダウンやってダウンの専門とか、あ、その辺で買う時も間違いないかなっていうのと、はい、あと年間通してあの長いこと着れるやつなんで、重ね着できるやつをベースに。ああ、なるほどなるほどなるほど、はい、ああそういうことですね。街でも着れるように、ね、あ、そうですね、街でも着れる。まあまあこんな全体こんな感じですね。はい、わかりました。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、次ですね、はい、最近ね一緒に登っている、ね、山ガールの方ですね。はい、まあそんな感じでガンってわけでお願いします。お願いします。まずね帽子がね、はい、すごいいいですよ、チャームスで、はい、ね、キッズです。キッズですか、はい、実際これ取って大丈夫、取ったらどんな感じですか。大丈夫、めちゃくちゃちっちゃいですねキッズ。あ、そうか、あ、これが入るってことですね。これがすごいですね。じゃあいいですね、なんかこの主張しすぎて逆におしゃれな感じですね、うん、で次は、手袋もモンベルのキッズです。キッズなんですか。あ、はい、結構、あ、そうか、基本的にあれですか、レディースは入らない感じなんですか。レディースが大きい。あ、大きいんですか、はい、大人のレディースがで、キッズでまとめる感じなんですね。なんかアウターはい、まあこう重ね着するからちょうどレディースの S がまあ入る感じで、はいはい、ボトムスとかインナーあれかな、まあ、でもこういう小物系はもうキッズで。あ、ちなみに身長は148です。あ、148の方は、はい、あの大人のレディースのものがキッズで探すっていうことなんですね。キッズとあとノースフェイスとモンベルが結構サイズが合うのでそれでまとめてる。ああ、なるほどですね、はいはい、これノースフェイスのどこのやつなんですか。それはノースフェイスの、コンパクトジャケット。あ、コンパクトジャケット、はい、あ、これは大人のやつなんですね。これは、うん、普通の、SM フリーサイズやったかな。あ、なるほどですね、はい。で、その下は何履いてるんですか。下は、あ、これはユニクロのウルトラライトです、ね。あ、ウルトラライト流行ってますね、ウルトラライトね。軽くて、まあ、すぐしまえるんで。あ、いえいえ、うん、で、その下は、あ、ノースフェイスの、まあ、マイクロバーサ、バーサーマイクロジャケットですね。バーサー、なるほどですね。あ、いえいえ、はい、これもあれ大人なんですか。これは大人の XS かな。XS、あ、入るんですね、うん、あ、なるほどなるほど、そういう感じの着こなしなんですね。あ、なるほど。これはもう雨具じゃないし、レインじゃないし、今もう今日は雨降らんって分かってるから、そうそうそう、だからあのウィンドシェルじゃないし、みたいな感じのやつを着てるとですね。はい、そうです。なるほどなるほど。で、この下は何ですか。これは、モンベルの、はい、あ、これが XS かな。のモンベルの。はい。普通のレディースの。レディースの冬用。メリノール。メリノール。あ、メリノール、はい、あ、モンベルのメリノール、こんなおしゃれなんですね。あ、そうですね。ボーダーのやつなんか出してるんですね。そうですね。なるほどなるほど。はい、で次が、このパンツですね。パンツはもうモンベルのキッズのクリフパンツです。はいはい、クリフパンツキッズあるんですね。はい、で、あ、覚えてありますね、ほんまに。で、ここのね線がおしゃれですね。すごいね。あ、そうですね。なんかメリハリ効いてて、へえ。で靴どこのやつなんですか。はい、靴はキャラバンのグランドキング。あ、ブランドキングですね。もう89年もの、はい、あ、ソール剥がれないんですか。あ、もう全然大丈夫です。あ、剥がれないですね、はい、経年がすごいですね、はい、まだあるから、まあ、張り替えありですね。まあそうですね、ちょっと分かりました、はい。で、あと、あ、じゃあザックや、ザック、あ、ザックは、あ、あ、さっきと一緒、さっきと一緒のやつですね。同じザックなんですね、レディースのオスプレイの、はい、ははは。ちょっとこれさっき説明したんで、これをちょっと割愛させてもらいまして、はい、で、そんな感じかな。全体がまあこんな感じですね。じゃあ最後に物選びのなんか基準みたいになりますか。はもうサイズが合うこと。あ、サイズが合うこと。あ、なるほどですね。とりあえずまあまあ機能もある、いろいろおしゃれなもあるけど、結構選択肢が狭まっちゃう感じなんですね。そうですね、あ、わかりました。あ、なるほどなるほど。あ、その中でもね、こう吟味して選んでるって感じで、わかりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ですね、東山に来ましたらね、山ガールがねいましたんで、あの早速ね、ソロで来てましたね。ソロの山ガール来ましたんで、ファッションチェックしたいと思います。まあそんな感じやんっていう感じで、あ、どうもすいません、急なお願いに答えていただきましてありがとうございます。はい、でね、まずね、あ、まずどれから行きましょうかね。あ、リュックですね。あ、マムートですね。はい、これ何リットルのリュックなんですか、ザック。何リットルかわかんないけど、それ20ちょいぐらいですかね。大学の時に買ったやつなんで。あ、22って書いてますね。あ、はいはい、次ですね。次は、あ、マーモットの
ゴアテックスですかこれは。あでもなんか私洗うのめんどくさくて。あレインウェアですか。あゴアテックスのレインウェアですね。はははは。結構え結構新しい買った感じですか。去年の10月です。あほんまですか。どうですか使い心地は。会社に持ってくぐらい重宝してます。あ、なるほどなるほどなるほどですね。はいはい、あ、まあそうですね。雨降ってもね、全然大丈夫な。結構立体栽培でなんか本格的な感じですね。これそうですね。ベンチレーションついてます？ベンチレーションとは？ベンチレーションとはね、これですね。あ、それはないです。ないですかないですか。あ、なるほどなるほど。あ、雨だから雨具って感じですね。レインウェアで。でね、これね、チャムスのね、この赤の流れからね、この黄色のね、このアクセントの効いてるサコッシュはすごい可愛いですよね。あ。なんかあれですね、この黄色と青でこのなんだっけ、なんでこれ、なんでしょう、このラム塩分チャージがもう一緒にトータルコーディネートされてる感じ、これ常備食塩分チャージですね、はい、ほんで次はモンベルの手袋。 そうですね、これどうですか今日のこのまあまあ風、風速何メーターか吹いてる、風速5、6メーターぐらい吹いてる中でどうですかこのフリースの。まあでもちょっと若干寒い感じはします、ね、あ、まあ、フリースだから風抜ける感じなんですか。今の背登るときにやっぱりもうちょっとツルツルしたやつの方が良かったかなっていう感じですね。あ、ここがですか。はい。あ、なるほど、ツルツル、あの風防ぐ感じの方が良かったかなとか。あ、なるほどですね。ただこれ滑り止めっていうか、こう、はい、指でスマホ触るときに使えるやつがついてるから、それは便利ですね。あ、便利ですね、それ、はい、あ、そうか、あ、これスマホ使えるんですよ、この。あ、一応皮みたいなやつが。そう、感度は悪いけど、一応使います。あ、すごいですね、それ勉強になりますね。でこれいくらぐらいですか。俺欲しなってきてる。どれがですか。これは多分5000円いかないくらい。なるほどですね。で、あ、でこれマーモットの、あ、パンツですね。そうですね、はいはいはい、マーモットに合わせてるんですね。本当はマムートが良かったけど、マムートは細身で入らなかったから。あ、なるほどなるほど、マーモットの感じで、ま、上下マーモットの感じでいきまして、これは乗せられて買いました。乗せられて、なるほど、もっと甘く持ってた方がいいですよって感じで、みたいな感じで、なるほどなるほど。ほんで次がアクですね、これ。そうですね、 石井さんで買ったんですね、梅田のあそこで、あそこでリンクスで。そうですね、はいはい、どうですか履き心地。勇気がすごい、悪くないと思います。悪くないと思います。いいですね、足がちっちゃい方なんですけど、すごいですね、はいはい、思いますよ、それめんどくさいですもん。これで怪我とかは今んとこほとんどないですね。あ、あ、すみません、器具の忘れた。ちなみに登山歴どれぐらいなんですか。登山歴、すごい切ってくるし、11、12、1、4ヶ月ですね。4ヶ月ですか。結構揃いましたね、4ヶ月。で1月3万、4万ぐらいまでって集めていきました。あ、いやいや、すごいですね、すごい。はあ、じゃあこれから本格的にやっていこうかっていう感じですよね。はあ、はあ、あ、そうかそうか。え、で今は週何回ぐらいのことなんですか。月2回。ああ、いいか、まあいいペースですね。山の登山の選ぶポイントみたいなのあります、選ぶ基準みたいな、登山ウェアと登山ギアとかの。自分が好きかどうかですね。あ、最低限自分が欲しい機能が、例えばレインウェアだったらゴアテックスでとか、あとは自分が着れるかどうかとか、着た時のフィット感とか。あ、いやいや、そんな感じです。あ、わかりました、そんな感じですね。あ、じゃあありがとうございました。よし、助かりました。はい、ファッションチェックね、終わりました。いろいろ重装行ってね、うん、僕らまだまだ下に降りないとダメなんですけども、はいはい、結構ね、偶然に師匠いましたね。師匠の引きがすごいですね。すごい、本当びっくりした。何のアポも取ってないのにね、はい、いまして、あと山狩りの人もね、出てきてくれて本当に助かりました、ね。うん、素敵な山狩りの人もいて、はい、よかったね。よかったですね。はい、また次回もファッションチェックやってみたいと思いますんで、まあ、そんな感じで。ほな、はい、なら。